Nike ISPA 行ってみよう。はい、ホシャンです。マッチョです。本日は、Nike ISPA のフローを購入しました、はい、が一応あげたんですけど、これなんですよ。はい、はい、してですね、皆さんにちょっとお伝えしたいことがあります。ですね、こうやつですね、はい、ちょっと小さいんですよ、見栄えが。ジャストで履く方は、はい、買ってる方は、はい、もし仮に27センチで普段、うん、買ってんだったら、まあ、27センチ買ってもいいと思うけど、うん、そのバランス、うん、足首とのバランスで買ってる方は、うん、ハーフアップした方がいいです。で、僕はそれで交換しました。普段10なんだけど、これ一応10ハーフにね、はい、はい、しました。はい、クレーマーっすね。クレーマーじゃねえじゃん、交換だもん。いや、それは履きに行かねえから悪いんですよ。履きに行かねえから。そうなの、いっぱい怒ってんのにさ。でもあるところでは完売してんだよ。あ、そうなんだ。あるお店ではね。こいつです。はい。はい。で、これ全然、ナイキさんのスニーカーズでは跳ねてないし、どっちかって言ったら、ナイキのスニーカーズよりナイキの本体のページに先出てきたからね、これね。それ最初見たときにリークでビヨンビヨンとそれが出たじゃないですか。で、それ俺欲しいなと思ったんですよ。言ってたよね。うん。ただ、今俺ほんと19インチと20インチで迷ってるんで。うるせえよ。荒いよね。どっちでもいいよ。なんかそんなにそれは興味ないですよね。13インチのデートを履いてください。わかんないか。13インチ。これなんですよ。はい。で、結構これマジで、これまた言うけど、開けた瞬間、どうかなと思って、たんだけど、よくて、お、いいじゃんみたいな。で、これ爪もんを一応取ると、まあ結構メッシュで、結構スケスケなんだけど。あ、じゃあそれ靴下の色合わせないとダメ系ですね。ん？それ前の動画でやったやつ。蛍光黄色と合わせてもらって。これ蛍光黄色じゃねえし、これ普通に白のソックスの方がいいと思いますよ、皆さん。蛍光黄色でいってください。いかないっす。これでもね、こんな感じなんですけど、映ってます？うん、映ってます。どうですか？いや、もう汚れ良くないですか？悪くないです。意外に悪くないです。このなんかね、折り方、ジャガードの折り方が悪くないです。してソールもこれちょっとなんかハニカムっぽくて良くないですか？ハニカム？蜂の巣っぽくて、はい。こんな感じなんですよ、形状が。そうなんですね。そう、ちょっと面白いよね。マッチョなめんなよ。まだなめてない。そういうプレー、そういうプレー。ごめんなさい、実は。マジで。怖いな、お前。履き口ベロベロ言ってますよ。怖いな、お前。履き口ベロベロ言ってます。いや、匂い嗅ぐ人はいっぱいいるけどさ、これ、皮じゃねえからあんま匂いしねえや。ソール押してた。これでもね、表では履いてないけど、中履きして結構履いたんだけど、すげえフィット感いい。うん。ハーフサイズ上げてもフィット感良かった。はい。で、本当これはおすすめですっていう、まあそれだけなんだけど、いつも言うようにね。そうそう、でもこれは本当にかっこいいと思いました。すげえ変わった靴ですよね。まあ変わってるっちゃ変わってるよね。はい、なんかすごいっすね。すごいね。はい。チャレンジしてきてるよね、ナイキいろいろとね。チャレンジャーだよね。はい。創意探求保護順応。がテーマみたいです。あ、そうなの。やばいじゃんそれ。四文字熟語みたいにいきなり言い出した。俺韻踏み出したと思った。俺の韻出したと思った。ロジカルな哲学を。あ、これそうなの。はい。これロジカルかな。ロジカルなフィロソフィーみたいです。通気性感じるぐらい。じゃ通気性ボンバンあるよこれ。俺だってメッシュだもんほぼ。そうですね。このジャガー取りが。シースルーだ。そうシースルー。エッチだ。エッチな。エッチです。そうなの。あとなんか書いてないの。軽量のテキスタイルを使用した風通しの良いシルエット。うん、まあそうだね。まあそのままですね。そうだね。あとこれのね、色違いがオリーブだっけ、色目がよくわかんないけど、うん、この黄色のソールのやつ。はいはい。でも俺はこっちがちょっとまあ良かったかなと思って。ただちょっと黄色のやつも見てみたいなって思うね。星ちゃんカラー。あ、髪の毛。はい。でもちょっと俺来週ちょっと席のとこ予約したからさ。あの席ですか。はい。あの席のとこ行くんですか。はい。あの席のとこ行きます。倒れないでください。怖っ。ハイブリッドだな。それ出しちゃっていいの？出すか。ちょ一ついいですか？なんか最近そのオフホワイトの時もそうですけど、なんだっけ、トラビスの270、あれはちゃんと汚し加工あるじゃないですか。あるね。で俺これもね若干写真の時に汚し加工っぽく見えたの。あ、そうだね、画像はね。はい。そんなエッジ立ってないですよね。立ってないね。だからやっぱだから汚し加工みたいに見えるとすごくよく見えるんですよね。だから前も冗談の時も言ったように、リーク画像とかその正式画像の写真の撮り方がうまいっていうかやばいのよ。あれちょっと加工してすぎてるよね。そういじってんのよ。コントラスト上げたり影つけたりしてるから結構。だからよく見えるじゃん。そうっすよね。そうあれが良すぎて箱開けるとえってなるっていうね。でもこれはそんななんなかったからね。これもなんかもっとそのソール部分結構黒入ってたし、あこの辺がね、そう若干くすみありますよね。上から撮った時にそのジャガードがもうちょっと目立ってたんですよね、写真だと。この辺感じでしょ。割と今ののっぺりはしてないけど、のっぺりはしてないけど、そんなそうあんまりわかんないじゃないですか。そうだね。なんかもっとすごいガチャガチャってなってるイメージだった。そうだよね。あのイメージ画像が出てた時もうちょっとなんか複雑っていうかなんか折りがこれどうなってんのって感じだったもんね。そうだからこれは見て普通にジャガードだよねっていう。今日も何見てるの？この商品画像。商品画像。あ比べてみてるね。でこれじゃないんだよ。その画像じゃない。この画像じゃなくて。なんかインスタかなんかで俺上がってみて、で星野にこれ知ってますみたいなライン送ったじゃないですか。ああ知ってる知ってるって。して俺ハイプペースの見たのかな。そしたらその ISPA シリーズのやつが全部乗っかってて、それのイメージも結構濃淡ついてる。どのISPA シリーズのやつ。あいいじゃんと思って。そう。だから結構最近画像に騙されるよ。そうですね。最近星ちゃん止まんねえですね。え？止まんねえですね。ロマンティックが？フリー。あまさや止まっちゃったから。全く分からなかった。そうだね。あいいですあの45以上ぐらいの人に分かってもらえます。マッチョなんでさ同い年なのに全部そこついてけんの。ほら先輩のさ。結構さ付き合いが多かったからさ、よくそういう知らないことをよく聞かされてさ、ああ20個ぐらい離れて先輩と。そうだね。20個も離れてねえし、俺じじいやしたの完全に。俺ああよかったです、聞いてたっすね。これはもうでもおすすめしますよ。これもっていうか、この靴はジョーダン1より今はね、今はてか今俺ジョーダン1のだからなんていうのなんだろうね、上がってないんだよね。ジョーダン1のやつはちょっと上がってない。あるんだけど、なんかなんだろうね。もうちょいですか？今ダンクですか？じゃダンクは全然上がってない。上がってないですか？全く上がってない。ダンクあんま好きじゃないですもんね。好きじゃない、嫌いじゃないんだよ。だってこれダンク履いてるって言ってねえ。言ってねえよ。言ってねえし。いやダンクはオリジナルは本当に好きだったけど、その連打するその復刻が出だしてから嫌いになっちゃった。だダンクはなんであんまダンクで騒いでるやつぐらい言ってます。言ってねえよ。言ってないけど、そもそもなんでダンクにみんな飛びつくんだっていうぐらいな、俺は疑問抱えてるだけだよって。だから結構言ってねえよ。そこは否定じゃないから。俺のそれ意見。あくまでもね。ただ俺ダンク買ってないじゃんだから。そうですね。だからダンク。言ってねえし。ダンクユーザーまあバカだから。言ってねえし。ダンクを本気でかっけえっつってるやつ言ってねえし、いやダンクはかっこいいと思うよ。思うんすか？ダンクはかっこいいと思うけど、結構前の動画でも言ったけど、俺の当時ってダンクの復刻がなかなか出なかったの。して出た瞬間にすげえ乱発したから、いいイメージがないっていうね。スニーカーブームが右肩下がりになるって。そうそう、ダンクが出た時は下がるっていうイメージが頭の中にね、俺ジジイだからで突っ込むじゃん。こびりついてるけど、今はまあそういう風にみんなしてないから、みんなで盛り上げましょうってなってるけど、おじさん時代はダンク出てくると本当収束するっていう。僕は本当スニーカーブームは早く去ってほしいと思ってます。買えるからでしょ、普通にね。いやまあそうだよね。全然盛り上がらなくていいと思ってるんで、言葉やなみたいな。これもさ普通に買えたわけじゃん。まあ本当に普通に買えるかなと思ってさ、したら案の定普通に買えたっていう。ただ一応スタンバイはしたけど俺も、ただ一応まあ普通に買えたからラッキーと思った。普通に買えて、ちなみにお値段はこれ2万ちょい。なるほど、2万円くらい。2万円以上は数えないタイプですもんね。えどういうこと？かっけえぜ先輩。どういうこと？数えないって。数えないってどういうこと？でも2万円以降はもうどうでもいいですよね。どうでもよくね。普通逆じゃない？2万円以内だって。ただ1万円台の靴だとちょっと疑問もあるじゃん。ちょっと新しい靴で1万円台だとなんか手抜いてんのかな、チャチいのかなとか。まあズームタイプも1万円台だったけど、まああれはまあ別として、2万以上やってるとある程度いじってんのかなっていう。って資料深いです。もう一回言ってみちゃった。資料深いです。資料深いのね。まあ俺はそういう感覚なのよ、はい、そうだからまあこれは普通に変えて本当ラッキーだと、敵がいなかったから。そうですね、うん、欲しい靴がちゃんと普通に変えたっていう、はいはい、っていうご紹介までの動画です。ハイプですね。ハイプですか、これ。ハイプ、え、これハイプなの？それですか。ハイプじゃハイプじゃないかっつったらハイプですよね。ああ、まあどっちかからハイプか。でどうしようか。え、どうしようか。ラーメン食べたいです。ラーメン食べたい。矢野明子何ですか。ラーメン食べたいだから。ええ、矢野明子ラーメン食べたいって検索してください。じゃあそういう曲があります。すげえ。うん？知らなかった。やっぱ20個離れると思って。20個離れてねえよ。12個だよ。だよこれはでもね、最後にまとめますけど、はい、これプレるプレない関係なく、はい、これ結構おすすめです。はいはい、そういう動画です。はいはい。で終わりたいと思います。わかりました。はい。ラーメン食べ行きましょう。おいっす。矢野明子？まあいいや。俺にしよう。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録もお願いいたします。それでは、バイバーイ。